つうかお前さ、こないだのサークルの時のケンタの格好見た？え、見てない？え、やばいよ。クソダサいよ。クソダサすぎて、みんな大爆笑。うわ、お前にも見てほしかったな。お前写真ある？え、マジで見た見た見た、見せて見せて見せて。何回でも見たい。あれは何回でも見れる。あ、これ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 。やばくねこれ。何この発動みたいな。アーティストですかみたいな。今から M ステ出演ですかみたいな。え、うるさい？え、俺？え、電車の中で喋ったらダメなの？声のボリューム？いや、誰も俺らの話なんて聞いてねえから。考えすぎ。お前、自意識過剰か？え、今から行くとこのかき氷はマジでうまいから。え、これマジでうまい。あの、たまにさ、女の子がかき氷2個食ったとか言うじゃん。あれ、嘘だと思うじゃん。マジで食える。あ、納得みたいな。そういうことかみたいな。意味わかるから。マジでうまい。これ嘘だし、マジでうまい。あ？チャリ。あぶね。あぶねんだよ、てめえ。嘘です。すいません。何でもないです。すいません。え、お前その手に持ってるペットボトルから？え、じゃあその辺捨てりゃいいじゃん。いいよ、その辺捨てときゃ。真面目だね。え、お前さ、生きてて辛いっしょ。生きづらいっしょ、それ。めんどくせえ性格してるわ。うーわ、めっちゃうまそう。え、やばくねこれ。取ろ。はい、来ました。マンゴーでーす。そして、抹茶。そして、いちごミルクでーす。あ？いや、うるさくねえだろ、別に。いや、こんなうまそうなかき氷来たら誰でもテンション上がんだろ、これ。かき氷が来て、なぜか切れてる人がいまーす。なぜか切れてまーす。いいだろ、別に。あ、あそこのお客さんのあれ何味でしょうか？あれもうまそうです。今度はあれを食べてみたいと思います。あれ何味が気になりますね。あ？もうこれインスタのストーリーあげるけど。いや、別にいいだろ、他の客の顔映ったって。いや、芸能人じゃねえんだから。え、どこ気にしてんの？どういう気遣いそれ。いや、だってさ、こんな、一般人のストーリーに知らん客の顔映って誰が損すんの？お前ちょいちょいわけわかんねえこと言うな。あービール目やっべ。あ、俺まだ残ってるから大丈夫。お前らだけ頼んで。うめらい。すいません。あ、ビールください。あ、食べ物は大丈夫、ビールだけ。よし。すいません。あ、ホタルイカのお気づけで。ん？あ、他は大丈夫。それだけ食えたら、バッチグ。すいません。ポテフラと軟骨の唐揚げ。以上。あ、あと、さっきのビール、急ぎで。よし。あ？いや、別に。頼みたい時に頼みたいもん頼めばよくね。いや、めんどくさくねえだろ。つうか、それが店員の仕事だろ。時給もらってんだから。あ、ケンタだ。もしもーし、お疲れ、どうした？あ、マジで？あ、ケンタ今から来るって。大丈夫だよね？いいよね？あ？わかったから。いいじゃん、別に。オッケー、待ってまーす。ケンタ今から来るって。え、別によくね？店の中で電話しても。一瞬だし。つか一瞬じゃなくてもよくね？誰にも迷惑かけてないし。え、喋ったのと一緒じゃん。え、店の中で電話したらダメなり言えるじゃん。言える？いや、マナーとかさ、そういう曖昧なやつやめようよ。日本はね、そういうわけわかんないルール多すぎ。知ってる海外から見たら、もう日本の校則とかマジ意味わかんねえらしいよ。確かにそうだよな、みたいな。何理由みたいな。わかる。うちのバイト先の店長もマジうざいもん。なんか5分遅刻しただけでずっとぐち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 言ってくんの。だから結婚できねえんだよ、てめえ、みたいな。あの、ちびデブ、ハゲメガネ。
つうかね、あいつ、うんこ。あいつ、うんこだよ。うんこ、うんこ、うんこ。うんこ、うんこ、うんこ。あ？いや、別に騒いでもよくね？つうか、居酒屋って騒いでいい場所だよね。え、違う？俺間違ったこと言ってるよね。俺間違ってる。内容がダメ？いや、別に愚痴らせてよ。ストレス発散したいじゃん。別に、え、うんこっていう言葉がダメだったってこと？え、なに？うんこって言葉聞いて、他の客が食欲なくすみたいなこと？え、そう？そんなことある？別に小学生でも言うじゃん、うんこなんてさ。可愛いもんじゃんな。いや、百歩譲って、ゲロならわかる。ゲロはダメ。ゲロはダメ。俺ゲロって言ってないよ。俺、うんこって言うの、うんこ。いや、つうか、お前のせいでさ、いやなんか空気悪くなってっから。なあ？もうちょ、楽しい話よ、楽しい話。ああ！あの店？大学の近くの。焼肉食べ放題。行ったよな？俺は行ったよな？え、全然うまいよね。え、全然うまい、全然うまい。え、安いけど全然食える。え、つうか、あそこで、俺な、あの食べ放題の肉をタッパーに入れて持ち帰ろうとしたら、店員にクソほど怒られた。マジあいつうぜえんだけど、マジファックなんだけどあいつは。いやいや。ちょっと真面目すぎないこいつ。ねえ。おう、ケンタお疲れ。え、何さんドンキの袋。何？あ、花火。あ、花、めっちゃよくね、花火。え、やりたいやりたい。爆竹やるぞ、爆竹。爆竹やりまくろ。あ、それからあれは？ロケット花火を、なんかあの、その辺の民家のベランダに打ち込むっていうのと、絶対盛り上がるよな。いや、あの、お前さ、ずっと言おうと思ってたんだけど、お前がいると、場が盛り下がんで。いや、ベランダめがけてというか、たまたまそっちの方に行っちゃったっていう感じなんですけど、はい。すいません。これ、もし刑事事件とかになっちゃった場合って、僕、大学、退学ですかね。